はい、こんにちは、こんばんは。今回は ZRX1100 ですね。バッテリーがもろ見えで、収納がちょっともったいないなと思いましたんで、蓋を作ってやりました。チタン板プラスですね、ズスのパネルファスナーってやつですね。で、これパネルファスナー固定するときにですね、このプルスルーマンドレルリベット、ちょっと名前が長いんですけれども、ヘッドがリベットの中通過するんでですね、折れないっていうんですか、回収が不要な、そして、皿もみしてやればですね、ほぼ面ピタで固定できるというですね、とても優れもののリベットでございます。プルスルーマンドレルリベット、名前が長いですね。で、非常に有効なんですけれども、水晶板厚がですね、最大で4ミリまでしかありませんので、ちょっとね、用途が限られるんですけれども、このパネルファスナーのね、固定するときには、非常に、利便性が高いかと思います。こんだけなんですけれどもね、そんな、紹介動画でございました。今回はこんな感じです。よろしくお願いいたします。